番ではポンと飛び出していきました4号艇石川真嗣ピット離れどうでしょうか。内側1号艇橋本枠番主張の構えとなっているでしょうか。水面上は3つ目ラストの準優勝戦第11レース1号艇橋本俊光2号艇山口剛3号艇岸恵子4号艇石川真嗣5号艇池本照明6号艇平岡重成以上6名の対戦です。インコースシリーズリーダー1号艇橋本俊光前半カード抜きでの勝利パワーあふれる走りを見せています1号艇橋本インコースからのここは勝負本番レース2コース進入となりました4号艇石川真嗣まだ手を流して3コースは2号艇山口剛ここまでがどうやらスローとなりそう引っ張って角の4コースには3号艇岸恵子そして5コース5号艇池本照明サイアウト6コース6号艇平岡重成本番レースは2対1対3の体制となっていますスタートまで10秒第11レース準優勝戦インコースから1番4番2番ダッシュ3番5番6番ですスタートしました内側の4艇揃ったスタート1号艇4号艇2号艇そして角からは3号艇岸インから1号艇橋本先生4号艇石川の差しまくり差しは2号艇山口バックストレッチ先頭ですがここは2艇進リード1号艇橋本俊光2番手外を行った3号艇岸恵子3番手はアウトから4号艇石川となっています内側からは2号艇山口が追走スタートは正常です一緒にマーク先頭は1号艇橋本2番手内側からプレッシャー2号艇山口かわそうとする3号艇岸ですがここはもつれて内側ついた4号艇石川ホームに帰ってここは2番手は2号艇山口が逆転3番手には4号艇石川となっています1番2番4番レースは2周目に入っています先頭は1号艇橋本2番手2号艇山口に切り返してきた4号艇石川真嗣2艇が競る格好もかわす2号艇山口がここは2番手キープ3もついて3番手に4号艇石川となっています1番2番4番の体勢後方6号艇5号艇3号艇レースは2周にマーク先頭は1号艇橋本2番手は2号艇山口3番手は4号艇石川ホームに帰って上位体系1番2番4番最終周回へと入ります4番手から急接近は5号艇池本照明その差は一定審査最終周回3周の内マークです上位2艇は1番2番3番手内側から先手5号艇池本4号艇石川ここは外前向こう上面へと移ります内側から粘る5号艇池本外攻めた4号艇石川わずかにここで直線コース差をつけていったのは4号艇石川真嗣1番2番4番最終コーナーへと移ります先頭は1号艇橋本2番手は2号艇山口そして3番手6号艇5号艇接近2艇を生かして刺す4号艇石川3番手接戦まもなくゴール先頭1番橋本ゴールイン2着2番山口ゴールイン3着どうか4番5番接戦でゴールイン